足田信は、日本の実業家。JCR ファーマ株式会社創業者で、同社代表取締役会長兼社長兼、CEO 兼 COO。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、日本初となる COVID-19 ワクチンの製造拠点整備を行った。東京都出身。1958年愛知、学芸大学附属岡崎中学校を卒業。 1961年愛知、県立岡崎高等学校卒業。1968年江南大学理学部卒業、第五栄養科学入社。1975年退社し、日本ケミカルリサーチ設立、同社代表取締役社長就任。2017年には、グラクソスミスクラインとの資本提携を解消し、新たにメディパルホールディングスと、 資本提携を締結した。2021年からは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、日本初となるコビット1 9ワクチンの製造拠点整備を、神戸市で進め、同年本所記念神戸基金感謝状受賞、同年ジュリアロングボトム中日英国大使の訪問を受けた。公益財団法人神戸、医療産業都市推進機構評議員。 公益財団法人国際医学、研究振興財団常務理事、公益財団法人成長科学協会評議員、公益財団法人赤江大学研究財団理事、公益財団法人日本骨髄バンク評議員、日本シニア小児会連盟アドバイザー等も兼務。趣味は、ゴルフや宮城谷正光、井上康史、芝良太郎などの歴史小説を読むこと。 ダッシャー号号の場所でもあり、CBC 賞も受賞した。エネゲート創業者の足田健は祖父。ありがとうございます。